こちら知事室、井戸俊三です。このコーナーは毎月1回兵庫県知事の井戸俊三さんにスタジオにお越しいただいて、県政や知事ご自身のことについてお話しいただこうというコーナーです。井戸知事、おはようございます。おはようございます。こうして対面というのは本当にお久しぶりでございます。2ヶ月ですよね。2ヶ月留守にして、ね、はい、2回は電話でね、ご出演を、私自分の執務室から電話取らせていただきましたから、はい、今日はこのアクリル板を設置したスタジオ で、ね、ということになります。随分立派なアクリル板がドーンと置いてありますね、はい、なんかこうどっかの受付の窓口のようなだけどかかってない人同士いくら防御しても意味がないんじゃないか、まあ念のためということになりますけれども兵庫県内では昨日も新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されずと。そうなんですね、はい、従いまして30日間連続して、発症者ゼロということになります。はい、このあたりというのはしっかりとこう抑え込みができてるという、結局ですね、はい、抑え込みというよりも4月に入りましてから10日11、12ぐらいがピークだったんですよね、はい、発症者の。でその原因は考えてみると3月の末のですね、年度末のね送別会とかですね、はい、ああいうのいろんなね人 の接触の多い機会が多かったからということが言えるんだと思うんですが、はい、うんうん、その後皆さんのご協力を得て、はい、外出禁止だとか、ええ、休業要請だとかっていう形で、うん、3密を避ける対策をずっと、はい、やってきましたので、はい、その結果が出てきてるということだと思うんです。はい、結果として兵庫県内にはコロナ菌がいないんじゃないかというふうに言ってもいいぐらいの期間、はい、発症者がないと。そうですね。ただ心配はですね、うん、東京でね、ええ、もう40人を2日連続して超えてますし、昨日も48人ですね、はい、ですからやはり東京心配ですね、うん、一時福岡北九州でね、はい、原因不明で感染源不明で、はい、かなりの方々が発症されてましたので、うん、はい、こういう事態になってくると心配ですね、うん、つまり感染源がよくわからないで、うん、発症者が増えていくというような状況になってくると心配ですね、はい、いわゆる経路ですね。そうです。どういう形でこの広まったのかっていうあたりがつかめてるかつかめてないかっていうのが一番大きなところ、ですから先ほどもちょっと触れましたように、はい、兵庫県の発症者がピークを迎えた4月の、まあ、10日前後の、はい、発症原因は3月の末のきっと年度末の送別会とか宴会とか、はい、そういうのをきっかけで、うん、多くの方が発症されたってことだと思うんですが、まあ、多くといってもね、うん、ピークで42人だったんですけどね、はいはい、である程度その外出の自粛などもね、それから夜のお店なども自粛が解除されながらも出てないというあたりはやはりまだみんなの中に、その県民の中にもまだちょっとそうですね、うん、控えておこうという気持ちが、全国的な警戒宣言が解除されたのが5月の25日でしたね、はい、それで我々それも受けまして6月1日から基本的に、はい、休業要請もう全面的に、うん、解除させていただいたんですね、はい、で小学校も今週から、はい、小学校という学校ですね、学校が昨日から今週からですね、通常体制に通常に変わりましたし、はい、ということで徐々にですね日常化しつつあるわけですが、うん、私たちお願いしてますのは兵庫スタイルと言ってるんですけど、はい、新しい生活様式、うん、もちろん外出も気をつけましょうとか、はい、あるいは咳エチケットはちゃんと守りましょうとか、うん、手洗いをきちんとしましょうとかですね、はい、そういう生活の中で自己防衛できることを、はい、やっていきましょうということと、うん、
それから事業を行っている会社などは通勤だとか、はい、について、うん、時間をずらすとか、あるいはテレワークなんで在宅勤務も増やしていくとか、はい、というようなことをしてほしいという、はい、で兵庫スタイルの特色は自然災害が起こった時に、うん、今のような、はい、新型コロナの感染が収束してない段階で起こった時に、両方気をつけなきゃいけませんから、はい、例えば避難所での、ガイドラインを作って、はい、両立できるようにしましょうと、いうようなことを呼びかけさせていただいているんです、はい、今年も梅雨に入りましたのでね、これからまた水害あるいは台風といったもの、そうですね、はい、もう平年よりちょっと早い、去年よりも早いんですよね。そうですね、平年で6月の7日で去年が27日で遅かったんですけれど、去年が遅かったんですよね、はい、それから台風の数もね、ええ、少ないんですよね、うん、今年はねまだ1号か2号かなんか、そうですよ、ね、少ないんですね、はい、ところがね台風の数ね年間を通してみると、うん、大体あんまり変わらない、大体後半に帳尻合わせてくるような、30ぐらいはね、はい、発生してるんですよね、ですからやっぱり気をつけないといけない、で特に近年はこの日本の近海でできて発達したまま、そうですそうです、襲われるというケースがあります、ね、それから雨が降ると、はい、だいたい最近の梅雨は、うん、しとしとがずっと続くんじゃなくて、はい、空梅雨で、うん、降り出すと一挙にドッと来ることが多いですから、はい、気をつけないといけないと思っております、はい、ただ今年はですね、各河川については堆積土砂とかなりですね、はい、撤去して対策を打ってますので、はい、化石容量自身はかなり確保できている、うん、だから流れやすくなっている、はい、ということは言えると思います。なるほど、まあ、それとちょうど去年の、まあさって18日で2年になるんですが、例の大阪北部地震が起きたのが6月の18日で、はい、この地震もまたねちょっとこのところ全国的には震度4クラスがあちこちで、特に東日本に多いんですよね、はい、で関西もポツポツありますからそんな多くないんですよね、はい、以前はよく地震では空白域空白域ってなことを言われたんですが、はい、ただ東日本の地震はどう評価するのか難しいんですけど、はい、地球規模で言うと千年に一度の東日本大震災のまだ余震とも言えるかもしれませんので、はい、まあ、この辺は注意深く注目していかないといけませんね、うん、そうですね、はい、まあ、そんな中で兵庫県その医療体制の維持のためにいろいろとここまでねいろいろと体制を組んできましたし、またそういう経済面の支援というのも動き出していると。兵庫はねいくつか の新型コロナウイルス対策で、はい、特色ある対応をやってきたんですね。一つはですね、11年前の、新型インフルエンザ、この時は特別措置などもありませんから、はい、学校を閉校するとか社会福祉施設も閉鎖するとか、あるいはいろんな銀行の窓口や映画館なども協力をいただいて、はい、社会的規制までやって、はい、1ヶ月程度でね抑え込むことが幸いできたんですが、はい、その経験に基づいてですね、こういう感染症、まあ新型コロナも感染症ですから、はい、感染症が始まると場合には行動計画っていうのを県自身がもうすでに定めておりまして、はい、その行動計画に基づいていろんな対策を打ち出すわけですけど、はい、その対策を全て網羅した対処方針というのを、うん、定めて、はい、その対処方針によって対策を打っていく、うん、例えば医療とか検査体制とか、はい、それから学校どうするかとか社会福祉施設どうするかとかね、うん、それから
県民の皆さんにはこういう注意をしてくださいとか、事業者にはこういう協力をしてくださいというようなことを全て網羅した、あの全般的な対策を対処方針に定めて、その全体的な対応をぶりを県民の皆さんに情報提供して理解していただく、はい、というこういうやり方をしてきたというのが一番なんですよ、はい、そこはもう一つ、二つ目はですね、病院の確保、はい、なんですが、ええ、加古川医療センターを、はい、拠点病院にして、ね、はい、それで中央市民と、はい、神戸のね、ええ、中央市民とそれから尼崎総合医療センターを特定病院ということで、はい、この3つを中心に公立と民間も含めたネットワークを作っていったんですね、はい、でそのネットワークで特に注意していったのは重症病床の確保なんです、はい、で最大限515までいきまして、はい、重症病床も70まで確保することができて、はい、まあかろうじて医療の崩壊は招かないで済んだ。うん、結構ね、はい、中央市民とか神戸日赤とか、うん、院内感染なんかあったんですけども、はい、それでもなんとか今それが神戸はゼロになりましたんでね。そうなんです、そうなんです、はい、ですからそういう状況ですので、こういう医療体制をですね協力しながら進めてこれたってことですね、うん、はい、で今はもうゼロが30日も続いてるわけですので、ええ、同じような体制をね行ってくると、お医者さんとか看護師さんを配置してるわけですよね、はい、と何もないでね、うん、じっと待ってるというのはものすごい大変なんです、ね、はい、ですから今は体制を縮小しています。うん、200ベッド200床、はい、重症は40という形で縮小しています、うん、ですけど今度1日あたり10人以上発症するようなことが出てくると、はい、すぐにまた臨戦体制という強化をしていくと、うんうんうん、そういうスケジュールをね、はい、作ってシナリオ化しています、はい、でこういうねスケジュールを作ってシナリオ化しているっていうのは兵庫の特色ですね。なるほど、これもある意味兵庫スタイルということで、まあそうかもしれませんね。それから3番目はね、はい、CCC 兵庫と言ってるんですが、はい、感染症コーディネートセンターっていうのを県が作ったんですよ、はい、でその感染症コーディネートセンターで、まあ、いわば入院調整ね、特に保健所内の管内だけで、うん、患者をさばけないというような状況が起きたら保健所の権益を超えて調整しなきゃいけません、うん、はい、それは県にそのセンター CCC 兵庫というセンターで一手に引き受けて対応するということにしました、はい、それから4つ目はね医療資機材の確保なんですね、はい、でまあ医療資機材足んないって言われたんですよ、うん、実を言うと実際に不足するっていうケースはほとんどなかったんですが、はい、在庫がねだんだんなくなって、それであとね、はい、在庫の入ってくる見込みがないと非常に不安になりますよね、はい、そういう状況が出てきたので、うん、県として総括して手配をして、はい、それで配分をしてということをやってきたんですが、はい、これからの第二波というようなことも考えておいて、うん、各病院に3ヶ月分は在庫を持ってもらって、はい、で県は各病院からの保管要請に基づいて6ヶ月分を確保する、だから9ヶ月分のね、はい、医療資機材の在庫を確保するという計画を、うん、立てました、はい、でこれはこれから、ま、秋のから冬にかけて、うん、その計画通り、在庫を持つようにしていくということにしてまいります、はい、やはり今は落ち着いててもこれ必ず第二波は来るっていうふうに言われてるんですね。そうなんです、そこのところがね、はい、非常に重要なところだと思っています、はい、まあ、それと5番目になるのかもしれませんが、休業要請などを行いましたけれども、はい、皆様に随分ねご協力をいただいて、うん、はい、
そういう協力、みんなの協力がですね、あの今のような状態をもたらしてくれたのではないかと、非常に感謝をいたしております。はい。それとあの最近よく言われてあるの抗体検査っていう、抗体検査はね、はい、あのかかった方が、うん、あの免疫力をつけられて、はい、ということなんですけども、それが、ね、まだねどれくらいの効果を発揮するのか、うん、あるいはどれくらいの期間、はい、その免疫力があるのか、うん、十分分かってないんですよね。あのですからあのなんか ある方などはあの集団免疫、社会免疫ができれば、うん、あの新型コロナもあの広まっても心配ないんだとかね、まあ、そういう国もそういう対応してる国もありますけれど、だけどそれはちょっと私流に言うと、うん、それだったらインフルエンザはいつも冬がにあの流行しますけど、はい、当然もうインフルエンザに対しては社会免疫ができてるんじゃない、うん、それにもかかわらず毎年どうしてあんなに流行するんでしょう、うん、ということはいかに当てにならないかっていう証じゃないかっていうふうにも思いますのでね、はい、断定はできませんけど、ただやっぱり気をつけなきゃいけないんですよね、うん、でその抗体についてはではですね、まだそういうと正確性にも欠けるんですね、うん、で神戸大学と県と組みまして、はい、あのかかった患者さんの抗体を、うん、あの3年ぐらい追っかけて、はい、どれくらいの期間、うん、あのその抗体あの免疫が続くのか、はい、そしてそれが免疫力ってどの程度あるのかっていうようなことをですねフォローしていくという調査と、うんうん、はい、それからあの 2,000〜3,000人の一般の方々にあの抗体どれくらい持たれてるのかっていうのを調べてみよう、うん、はい、で国もですね東京大阪宮城で、はい、あの調べることにされています。まあ抗体検査も、まあ、一つの、まあ、メルクマールですね、指標だってことだと思います、はい、であの PCR 検査と、に先立って抗原検査っていうね、はい、抗原検査、抗原源、はいはい、抗原検査っていうのをあのやると、うん、30分ぐらいでですね、うん、結果が出て、はい、陽性ならあの新型コロナに陽性かかった、うん、ええ、ですからあのただ陰性だからといって、うん、この抗原検査、うん、大丈夫だってことにはならないので、うん、PCR 検査しなきゃいけないんですが、はい、少なくともかかられてるかどうか、うん、あの早く知らなきゃいけないような、はい、例えば救急病院に運ばれてきた患者さんなんかで熱があって、うん、あの症状的に言うとコロナ類似だというような方で、うん、しかし一方で手術をしなきゃいけない、はい、となるとあの抗原検査をやって陽性ならばコロナ対策もやりながら、陰性ならば本当は分かりませんけれども、はい、あの PCR 検査を した上でやろうとかね、そういう判断、そう、うん、あのなんて言うんでしょう、あの直ちの判断ができますので、はい、あの抗原検査は併用していこうということに今後なっていくと思います。なるほどね、まあ、今あのちょうどこの暑さの時期であの熱中症のねなんか症状とまたそのコロナの症状がなんかこう似てるというようなね話もありますのでね、まあ熱が出るってことでしょうね、はい、でちょっとこうドロッとしてこうなんかね、しんどそうにして大丈夫かって言った時にその状況がその素人目には同じように映ってしまうと、やはりこれはお医者さんにかかる時も気をつけないといけない。そうなんですね、はい、でそういう意味でね、帰国者接触者あの外来病院っていうのが、そういう判定のPCR 検査をするかしないかの判定をしていただいて、はい、それであの可能性のある人は、うん、あの検査をするし、そうでない人は通常 の治療に増すというような判断をしていただくわけですが、うん、はい、この数をですねできるだけ増やしておきたいということで、うん、はい、60ぐらいの期間にまで持っていこうと、それからあの医師会等の協力も得てですね、PCR の検査をする前の、
その摂食者外来病院と同じような機能を果たすセンターを県内8カ所ぐらいは作っておこうかというような準備もさせていただこうとしています、はい、当然そういう準備体制を整えるっていうことに対してはお金のかかる話なんで、まあ、そのあたりは予算組を今議会中ですけれども、はい、6月議会に約1200億円ばかりの補正予算を提案させていただいて、はい、おります。で各病院や診療所にですね、動線を分けるとかね、はい、だからパーティションをするとか、はい、簡易圧装置をつけるとかですね、コロナ対策 の設備をしていただいたり準備をしていただいたりする、そういう助成をしていくとか、はい、あるいは一般の事業を行っている事業所でも、はい、換気を強化するとか、こういうパーティションをね、はい、作るとか、というようなことが必要ですので、各事業所あたり20万円、はい、個人ですと10万円、はい、でこれは最大その場合の40万円20万円まで支給するとかね、はい、例えば社会福祉施設についても同様に換気だとかパーティションなんかをきちっと整備をするというのお金もいりますから、はい、うん、1施設あたり50万円助成するとかですね、はい、そういうまあ、言えば対策を行っていただくのに対して、うん、その対策に助成をするというような予算も入れています、はい、まあ、実際はですがお客さんがなかなか以前のようには戻ってこないというとなると、ね、そのやはり事業を継続するためのこれはねお金、うん、事業継続はね、うん、はい、昔からいろんな災害があったたびに何をしてきたかっていうと定時 のお金を制度的に用意すると、はい、いうことだったんですね、はい、ですから本県も2月の末からもうすでに制度資金を、はい、用意しましてコロナ対策のために、はい、で貸し出しを開始をしてきてるんです、はい、で今はもうすでに5つの資金がありまして、はいはい、で5月に作った資金などは政府が保証料も利子もですね、はい、ゼロにするという資金なもんですから大変多くの方に利用されていますし、はい、今度の予算でも6つ目の資金として、はい、限度額5000万円で県が保証料を全部負担をして、はい、まあ、金利は毎年 0.7 ですので、うん、そう大きな負担じゃありませんから、はい、保証料をですね、県が全部負担をして、はい、貸し出すという新たな資金も作っております、はい、もうすでにですね3000億を超える資金が活用されているんです、うん、はい、ですからこれをね事業継続のためにはぜひご活用していただければと思っています、はい、事業活動への支援経営継続支援金の支給などに関しては県の問い合わせ専用ダイヤルも設けられておりますので 078-361-2281 078-361-2281 朝9時から夕方5時まで、こちらの方にまたお問い合わせいただきたいです。それともう一つちょっと時間が迫ってまいりましたんですが例の青少年愛護条例における有害玩具類の指定っていうことで、はいはいはい、宝塚でびっくりようなびっくりしましたねありましたですね暴眼、はい、あれですね調べてみると何の規制もされてなかったんですね、うん、それで直ちにですね、はい、事件が起きましたので、青少年愛護条例でいう危険玩具に指定させていただいたんですが、はい、今兵庫県の生活安全審議会で、はい、ボウガンの規制についてですね、うん、議論を始めていただいております、はい、できればですね、うん、どんな規制の方法があるのか、うん、
ボーガンもスポーツ用品の一つであるという位置づけもあるんですね、はい、例えばアーチェリーなんかと同じで、アーチェリーやボーガンは何も規制がないんですよね、うん、ですからその中でボーガンああいう形で事件が起きたので、はい、少なくともボーガンについては何らかの規制、例えば登録制にするとかね、はい、持とうとすると、うん、許可制にするというようなこともあり得るかもしれませんが、その辺のですね、はい、規制のあり方を、うん、早急に議論して検討していただいて、はい、方向づけをいただいて、できれば9月議会に条例を提案できるようにしていきたいなと、こういうふうに思っています、はい、殺傷能力が高いものだけに玩具とはいえ、そうなんですね、何らかの規制が必要なのかなというのは思います。まあまあ、ああいう道具があるというのも、うん、我々あんまり知らなかったことではあるんですがね、はい、しかし危険がやはり生活の中に、うん、あるというのに対して、やはり安全という観点でどんな、うん、生活の調和を図っていけるかということを検討したいということで、あります。はい、さてここでプレゼントのお知らせです。兵庫県立横尾救急病院、美術家横尾忠則の肉体と生活創作の関係を探ることを目的に、横尾忠則現代美術館に期間限定で会員しております。頭や心よりも肉体感覚を通して得られるものに信頼を置く横尾忠則の生き方を基本理念に、眼科、小児科、外科など様々な診療科を用意して、絵画、版画、ドローイング、著書や愛読書といった幅広い作品と資料から肉体との付き合い方を見つめ直す機会を提供することを目指しております。で、この特色の一つが入院病棟なんですが、喘息、不眠、骨折、帯状疱疹、顔面神経麻痺など大小様々な病歴を持つ横尾忠則の病気にまつわる作品、病床での日記、入院中のスケッチなどを紹介。突然襲いかかる怪我や病気は横尾忠則にとっては単に忌むべき存在ではなく、時に人生の危機を救い、自己の生活や芸術を見つめ直すきっかけを与えてくれるものでもあったと。で、現在80を超えていらっしゃるんですが、肉体の問題は取りも直さず老いの問題と重なるということで、直面する難聴、視力低下といった肉体の変化にも目を向けて、老いと創造の関係の探求にも努めているという、この五感を通じて学んだ幼少時代から老いを見つめる現在まで、実生活や創造の現場における横尾忠則の肉体に対する意識を探る試みの展示会ということで、これをぜひお楽しみください。この特別企画展のチケットを10組20人の方に差し上げます。あなたのおところ、お名前、お年、電話番号、井戸知事への質問などを添えて番組までご応募ください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。8月30日まで開かれておりますが、今週木曜日、あさってですが、2階の展示室はお休みをいただきまして、3階の展示室を代わりに無料開放するということになります。まあ、いよいよ19日にはね、また解除がより一段進むということになります。現在例えば北海道、東京、はい、まあ、首都圏と、首都圏、はい、との、 県境をまたぐ往来は不要不急の場合は控えてくださいっていうことにしてますが、はい、まあ19日だから18日にでもまた対策本部会議開いて、はい、県としてもどうするかなということを決めさせていただこう、うん、まあ、どちらかというと解除する方向なんですけど、はい、ちょっと東京が心配ですね、うん、特に夜の街の対策っていうのが今ね盛んに言われてますけれど、なんか新宿歌舞伎町ばっかりの前が上がってますが、うん、他どうなんだろうって思いますけれどまあ、やはりですね、どういろんな原因考えられるのかもしれませんが、うん、やっぱり夜の街の、はい、密な状態、うん、これは注意しなきゃいけない。だからよほどですね、はいはい、ガイドラインに事業者の方も従った対策をしっかり取っていただく、はい、これが重要じゃないかなと思っています。そうですね、まあ、新たな生活様式、兵庫スタイル、これをずっと続けていく、
そうですね。以前ちょうどこのコロナ言い出した頃に知事がおっしゃってたのは、その正しく恐れるっていう話、はい、これはやっぱりこれからもずっとね、コロナとの共生ということが、ですから、なかなかね、外出禁止と言ってみてもいつまでもできませんし、うん、はい、事業者の皆さんにも、うん、事業をやめろというね、休業しろと言っても生活もあるし、うん、これから夏休みも控えてどっか旅行もちらっと一泊ぐらい行きたいよねって、ね、みんな思ってはると思います。そういうね、はい、ですからやっぱり社会生活とマッチしたような対応をしていかないと、うん、何でもやめればいいっていうことではないはずなんですね、はいはい、ですからこの点ですね、事業者の方は事業ごとのガイドラインに即した、はい、展開を、うん、で私たちは十分まさに兵庫スタイルを、はい、準拠しながら生活を日常化していく、これが大切ではないかと思います。どうぞよろしくお願いしたいと思います、はい、兵庫県知事の井戸俊三さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。